はい、そちらからどうぞ。はい、高須湾工房の高須湾です。サイドキッカーのジグルです。サブキャラのダックスです。よろしくお願いします。ということで、あのダークシズム2ということです。はい、はい、で、まあ、何について話すかというと、これフリップ今ちょっと書くの忘れちゃいました。あの、最悪や、ごめんなさい。引っ越しについて語っていこうと思います。もう今書きます。フリップあったらな、もうちょっとうまく喋れたと思うんです。まだ始まってない。あったらな、よかったけどな。あるとないとればちゃうからな、やっぱり。引っ越しトーク。ー引っ越しトークじゃなくて、トートになっちゃった。引っ越しトートバッグプレゼントじゃないから。上がってきましたね。はい。あの、なんでかというとですね、これ。なんでなんですか？あの、ダックスさんが引っ越し族らしいんですよ。まあ転勤族。転勤族。何回やってんの？結構その大学も僕福岡の方行ったりとかで。うん、あ、福岡でしたか。福岡行ったり。福岡で、まあ関東、中部、大阪、京都は京都。中部ってどこ？愛知。おお、ああ。愛知県とあとどこ？まああの兵庫県行って、はいはいはい、もう7、8回行ってるよ、かなりですね。そう、いろいろ行ってるんですけど、はい、まあ引っ越しってやっぱまあ大変でしょ。引っ越しするのって引っ越し大変なんですよ実は、はい、何が大変かってやっぱり荷造り、荷ほどき、いやそうですよね。とあと結構めんどくさいのがあのライフラインの手続き、水道ガス、あ、電気、めんどくさい、めんどくさい、あれが結構めんどくさくて、うんうん、やっとけっちゅうねんな、うん、ネットとか、そうそうそう、なんでネットなんかさ、いちいちさやり直さなあかんねんって思うよね、うん、ほんまに。あれいう引っ越しに、まあ、住んだらまあまあね、そこに永住するんやったらいいんでしょうけど、うん、なかなかやっぱりね、引っ越しってなると、うん、仕事であっちへ行けこっちへ行けってなると結構行かないといけないですよ、ね。うん、じゃあ荷物はじゃあ普段からあんまり増やしたくないなとかいう意識とかあったりします？意識はあるんですけど、ついついやっぱ物を買っちゃいますよね、うんうんうん、だからでその家その家になんか適したものをついつい欲しくなる。例えば、うん、割と広い家やとなんかソファー置いてみたりとか、うん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 、なんかこの家に部屋に合うなんか例えばまあそのテーブルとか、うんうんうん、椅子とか、棚とかね、椅子を準備するんですけど、うん、ただそれをじゃあ次の部屋で使えるかってなると、うん、それに合う家をまた探さないといけない、うんうんうん、ってなると自動的にどんどん家のサイズがでかくなっていく。不便さ。じゃあ今結構でかい家ですね。今はな、兵庫の時は 1LDK だったんですよ。で、大きめの、大きめの、うん、十何畳とかあるような、ね、平米で言ったら50平米近く、めっちゃ広いやん、ね、家レベルやん。だからリビングと寝室みたいなで住んでて、そこはむっちゃ快適やった、うんうんうん、でも、うん、その一個前の京都の部屋は、うん、もう逆に言うともうほんまにベッド、置く、うん、もうほんまに全部が手で届くような範囲に住んでた。その時はもちろんソファーもなかったし、うん、だから兵庫に引っ越した。じゃあ、あれなんですね、その引っ越すからって、今まで買ったソファーを捨てるとか、そういうことは別にしないってことですか？逆に言うと、その捨て方もわからない。粗大ゴミじゃない？いや、ソファーって粗大ゴミで捨てるっていう発想が今まであんまりなくて、まあ、今やったらもうセカンドストリート持っていくとかね、あ、そうあるけどな、うん、ただそう持っていくのも結局持っていく車がないとか、とか、うん、そう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 、それに越さすにもなんか最近さ電話したんちょっと家具引き取ってますか、うん、って対象エリア外ですとか言われて、なんだよ役に立てへんなと。あのおすすめというか、俺も、まあ、それいあの今思いついたのは、ホームセンターでペラペラのベニヤ板を一枚買って、トラックを借りる、それで勢いで持っていくっていう、あれ1時間とかしか貸してくれへんけど、
確かにね。そう、ペラドで煮焼いたは速攻バキバキにして捨てるっていう300円ぐらいで買って今ね、ベニヤ300円はないわ、高いから今木材上がってるから。じゃあその1000円ぐらいかかると、その一番安いので。トラック借りれる木材のサイズってあるんですかね。あの、いや、それはベニヤ板やったらもう絶対借りれる。サブロックって言って、あの 30×4 やけど900、1800とかやったら借りれるんじゃん。2x4 の木材 1.8m のやつ1本やったら貸してくれん。ああ、いや、いけんじゃん。いけんじゃん。だって車には乗らんもん、乗用車には。ただ、まあ、その最終的にベニヤを割るっていう行為を含めないといけない。ベニヤを割って、あの、緩衝材にするのよ。いや、まあまあ、そういう。でも、その最近、その、まあ、まあ、引っ越しした時に、結局物が増えてくると、うん、家ってこう、なんちゅうのクローゼット、うん、服かけるところも少ないから、最近その木材でパイプハンガーとかを自分で作ってやってるけど、それも結局その家に合う寸法で作るから次の日で使えない、うん、使えないね、っていう負の連鎖がひたすら続いてるっていう。いや、でも大変ですね。本当大変です。だから、そのちなみに今僕も引っ越し してるとこなんですけど。あ、そうなんですね、はい。何回転してるんですか。いや、まだ全然してないですけど、自分で運んでるんですよ今。3回転ですね。え、違うか、4回転か。4、5は行ってると思うけどな、うん、あと10回転ぐらいしてるえ、ここ以外にもあるの。もちろんこれ仕事場ですから、仕事道具しかないでしょ、うん。その自分で、僕もまあその距離の近いところは、うん、自分で引っ越ししたことあるんですけど、うんうん、あの優先順位を物につけるのが結構苦手で、うんうんうん、これを先に運んどきゃよかったなって後々気づくことが結構多い。え、でもさ、ベッドは最優先1位。いや、ベッドは結構、うん、あの俺は後でもよくて、布団さえあればどっちでもいけるかなみたいな。で、ね、うん、でベッドも結局その今、まあ、僕は今夫婦で住んでるので、はいはい、ベッドも僕がセミダブルで、うん、まあ、妻がそのシングルをこう、うん、くっつけて、こうなんていうの、ちょっとキングサイズじゃないけど広い感じ。それ相当横長にならへん、それ。縦長っていうの、こう、まあ、そこの寝室も結構今広いところが。横長じゃない、縦の、縦か。あ、まあどっちにでもこう入んねんけど、はい、横、まあ横、もうなんかあの何、あのそんなキングサイズとシングルサイズのベッドをさ、こうガッチャンコしたらさ、ものすごい広いフィールドになりそうだ。そうもうあの端っこの人ベッドから出んの大変みたいなことになる。いや、割とだから両側から出れるようにそうそうそう。布団何枚使ってるの。いや、2枚。いや、俺はセミダブルとシングルやから、うん、俺はセミダブルで寝てる、うんうんうん、向こうはシングルのところで寝てる、うんうんうん、だから干渉は結局真ん中で割れてるから、うんうんうん、なんかどっちかが、ね、起きてもあんまり影響せがないよ。まあもうそれは置いとく。くっつけなくてもいいよね。別にくっつけなくてもいい。まあこれから徐々に離れていくと思う。そうですね。年数かけて。じゃあ東京と九州みたいなぐらい。じゃあほんまはだから、あのホテルとかやったらベッド2つあって真ん中にこうスタンドライトがあって、ここにスマホ置いてあるけど、ほんまはあれが俺がしたかった、うんうん、したかってんけど、うん、なんか結局真ん中に置いたら、うん、嫁が、じゃあね、あの俺はだ、その真ん中に置いたら結局狭くなる、その分まだ広くなるやん、うん、今度はじゃあクローゼットが開けへんだったから、ね、まあくっつけて無理やりっていう、まあまあまあそれは置いとき、まあ何の話だっけ、まああと、まあ、引っ越しトークですよね。引っ越しトーク、引っ越しの極意は、うん、ちょっとあえて喋るとすれば、はいはいはい、まあまあ、あ、それちょっとチャレンジやけど、はい、極力持っていくっていう方なのか、極力捨てるっていう方なのか、うん、どっちなの？あの究極は、うん、究極、あ、究極って言ったらちょっと語弊があるかもしれんけど、もともと住んでる家があって、たまたまその仕事で遠方に行ってまた戻ってくるんやったら、行った先で揃えてそこでもう処分して帰ってくるのが一番賢い。うーん、え、あ、単身赴任的なってこと。家、でもその場合はじゃあもうあんまり何も買わん方がいいってことだよね。向こうでは買わない方がいい。レオパレス的なこと、住んだことないけど。レオパレス、まあまあレオパレスもありやけど、
その何年間、まあ5年行くんか3年行くんか1年だけなんか一月なんか分からへんけど、行った先ではあまり物を買わない、うん、ほんま必要最低限の服と、うん、まあ布団だけとか、うんうんうん、が本来多分一番いい、うんうん、けど、じゃあ自分の生活をそれで満足できるかって多分できへんと思う。そうですね、うん、欲しいものも増えてくるし、うん、なんかこうベッドなんか地べたに寝てるのしんどくなってきたからベッド買おうかとか、うん、冷蔵庫もなんかちっちゃいのしんどいからもうちょっと大きいの買おうかとか、うんうんうん、洗濯機もなんかよう洗えるのがええわ、うん、そんな向上心ある？俺は結構。ちなみに洗濯機どういうやつ使われてる？俺は今ドラムです。ドラムってのは縦いや、あの横ね、こう、横こうやってるやつでも何リットル覚えてない。リットルで言ったら分からんけど、いや僕もだから最近洗濯機買ったんですよ。でもその時にね、もう僕はあの横向きのやつがあんまり良くないっていう噂を聞いたんで、あのその店員さんに相談したんですよ。で確かにそのね、20万以下のやつは、はい、あの横向きのやつはあのあんま良くない、良くない、なんかボロボロになるらしい服が、うんうんうん、でも20万以上のやつはめっちゃ優しく綺麗に洗ってくれると、はいはい、そんな洗濯機20万もかけるかいと。いや、そこはあの何僕はもうだからもう縦型の普通のやつのちょっといいぐらいの10万ぐらいのやつにしましたけど、うちは、うん、めっちゃええ横向きのドラム、めっちゃええやつ、ね、なんでそれにしたの？あのまず、うん、干すという行為を極力減らしたかった、うん、あだからもう家でポンピッと押します、うんうんうん、ただ洗濯乾燥までやってくれるから、うんうん、おしゃれ家はもちろんだから洗うだけにして干すけど、うんうんうん、そのタオルとかそういう下着類とかもちょっと伸びてもいいよっていうような服は、うん、押したらちょっと伸びるんややっぱり乾燥機は、うん、多少は伸びる。でもそれもいや僕だからね、今までも一人暮らししてる時とかもあの乾燥機とか使っとんないんですよ。ちゃんと干してたからね、うんうんうん、なんでそんなっていうかだから干そうよみたいな。あちなみにあの自動掃除機能付きエアコンとか乾燥機付き洗濯機とかそういうのはもうなければないほど機能は少なければ携帯の、うん、機能は少なければ少ないほど携帯の固定台付きジキルさんとかあおかんが金払ってんの俺え？おかんが課金してこれなのどういうことどういうこと自分が何々付き何々ってやつ何々付き何々でなければないほど、うん、あのいいのよ信頼できることに、うんうん、いやそれは自分で全部できれば一番いいよ。あの機構がこう機械的に機構が少なければ少ないほど壊れにくいし、うんうん、信頼できる、その機能において信頼できるっていう、うん、ことは、まあ、多分未来永劫そうやね。おお、多分、はいはい、これまあ持論も含む。じゃあ未来か結構近い未来に、うん、あの自動修復機能付き洗濯機とか、うん、自動修復機付きエアコンとか、うん、自動アップデート最新継続エアコンとか出たら、それのない普通の洗濯機でええやんけっていうことになるのよ。えだから常にあの、うん、なんか機械 AI によってあの壊れたらそこを自動修復してくれるんですよ。ナノマシンがね、うん、そういうエアコンとか洗濯機が出ても、うん、それはついてない方がいいとですか、うん、だってそこが壊れたら壊れっぱなしやもんね。そこがいかれたら洗濯すらできひんくなるんやから。いやだからそこがいかれたら被害とかもあの抑えられるし、そこがいかれたらナノマシンで修復してくれるんですよ。だってでも普通に考えてじゃあそれ洗濯機じゃなくていいや。いやいやでももう培養層に使っとけよ。何の話やねんディストピアの話やったね。まだね、ディストピアが俺は、うん、そろそろちょっと終わりましょうか、うん。